エルトフェットルはアイスランドのヘイマエ島にある標高200メートルの火山である。エルドフェットルとも表記する。この山は1973年1月23日に始まった噴火によってできた。開始前、ヘイマエ島の島民たちは何の前兆も感じることはなかった。この名前、エルトはアイスランド語で、非、フェットルは山もしくは丘を意味する。 続けて、火の山が日本語における威薬であろうか。火山噴火はこの島に重大な危機をもたらし、ほとんどもう少しで島民が永久に全島避難するという結果になるところだった。火山灰が島内全域に降り注ぎ、重みで400軒の家屋を倒壊させてしまった。また、溶岩流が港をもう少しで塞ぎそうになるところまで迫ってきていた。 この島の主要な収入源は、島民が保有する漁船団によって得られる漁獲港に占められている。航行を埋め尽くさんばかりに前進する溶岩流に、ポンプで汲み上げた海水をその上にかけて、冷却するという作戦が決行された。海水によって溶岩は冷えて固まり、作戦は成功した。本作戦は、港の喪失を防げたという点で大成功を収めた。 噴火が収まってから、島民たちはゆっくり冷えていく。溶岩流の熱を熱湯を沸かして暖房したり、熱で電気を起こしたりするのに利用した。彼らは、広大な土地に降り積もったテフラをも利用した。テフラとは、火山灰などの空から降下する火山性の物質である。彼らは、テフラを島内にある小さな飛行場の滑走路を延伸するためのり土の材料にしたり、 港の一部を埋め立てて、不当を新設する材料にしたりと、多方面に使ったのである。こうした復興活動により、200軒の家が新築された。アイスランドはこの国自体が、大西洋中央海嶺にまたがった位置に存在しているため、火山活動が活発な地域である。海嶺では北アメリカプレートとユーラシアプレートが、地下から湧き出し、お互いに、 離れ離れの方向に移動していく。さらに加えて、アイスランドは火山活動を非常に強大にするアイスランドホットスポットの真上に位置している。アイスランドでの火山噴火によって有史以来に世界中で噴出した全部の玄武岩質溶岩のうち約3分の一がアイスランドの地表に噴出したもので占められるのではないかと推定されている。ベストマン諸島は アイスランド島の南岸にあり、カンシニオの噴火で形成された、いくつかの小島から成り立っている。平馬栄島はその中で最大の島であり、諸島内で唯一アイスランド人が居住する島であり、島を構成する物質の中には、他の島と同様に少数だが、カンシニオに噴出した火山岩を含んでいる。1973年噴火前、 島の中で一番高い場所といえば、ヘルガフェル山であった。227メートルの高さがあり、5000年前の噴火でできた火山再設球である。ベストマン列島は、西暦874年頃に人が定住し始めた。最初は、スカンディナビア本土にいた、ノース人に服属していたが脱走した、アイルランド人の奴隷たちが定着した。これらの移住者たちは、 住みかとした島に自分たちの名前をつけた。スカンジナビアから見てアイルランドは西にあたるので彼らは西の人々ということになる。それゆえ西から来た人々が住まう島々という意味を込めてベストマン諸島という名前にしたのである。その歴史の大半において島民は 乏しい水源と海賊に悩ませられてきたとはいえ、アイスランド南海岸にある数少ない漁港のうちの一つが存在する平マ A は今日においてアイスランドにおける漁業、水産加工業の最重要拠点となり、高い漁獲収入によりこうは大にぎわいを見せるまでになっている。人が定住して以来1963年に噴火が起こるまではベストマン諸島において 噴火の発生が知られたことは一度たりとしてなかった。1963年から始まった4年間にわたる海底噴火の末に列島の新メンバーであるスルゼイ島が平前への南西 20km の沖合に誕生した。しかしながら海底噴火は1637年と1896年にも起こっていたかもしれない。火山学者は アイスランドを南北に縦断するリフトが南方に伝播するためにウェストマン諸島での火山活動が活発化しているのかもしれないと推測している。1973年1月21日の20時頃のことであった。一連の小さな地震が平前へ島周辺で発生しだした。島民には小さすぎて地震動を体感することができなかったが、 平馬栄島から 60km 離れたアイスランド本土の近くに設置された地震計は1月22日の午前1時から午前3時の間に100回以上の大きな火山性微動を記録していた。それらは平馬栄島の南側で発生しているように見えた。その日のうちに地震は次第に回数を減らしながら午前11頃まで発生が続いた。 一時的にではあるにせよ、地震が止んでいたように見えたのはその日の夜、午後11時、頃までだった。22日の深夜11時頃から日付変更を挟んで23日の午前1時34分まで、7回の地震が観測された。1回発生するごとに、震源の震度は浅くなり続け、回数を増すごとに強烈になっていった。そのまま信号は、 ベストマン諸島の居住地区方向に移動し続けていた。地震を起こす何かがだんだんと近づきつつある地震計から読み取れることはまさにそのことを意味していた。観測された地震で最大のものはマグニチュード2.7を記録した。1月23日の午前1時55分頃、割れ目加工が島の東岸に開いた。平間への中心市街地から わずかに1キロメートルもないキルキュバイアル、カークジュバーでのことだった。以前、島内には、境界が建っており、生じた割れ目河口からは、およそ2 0 0メートル離れていた。割れ目はすぐに伸長し、最初3 0 0メートルだったものが2キロメートル、島の一方の海岸から、もう片方の海岸までを横断するようになった。海底噴火も避け目の北端と南端のちょうど沖合で、 発生した。壮観な溶岩噴泉が全割れ目に沿って50から150メートルの高さに吹き上がった。噴火が始まってからわずか1時間弱のうちにハワイ式噴火でいうところの火のカーテンが長さ最大100キロメートルにわたって広がった。短時間で噴火は一つ開いた。中心火口から集中して起こるようになった。その場所は 古いスコリア級であるヘルガフェットルの 0.8km、北で町の東園のちょうど外側であった。噴火が開始して間もない頃は、溶岩とテフラが割れ目加工から放出される量は、1秒あたり100立方メートルと推定された。また、溶岩噴泉は2日かかって高さ100メートル以上の噴石級を形成した。この新しい火山に最初につけられた名前は、 カークフェル、キルキュフェットルであった。河口が、カークジュバー、キルキュバイヤールに近接していたためである。ところが、この名前は、アイスランド共和国の公式な地名、命名委員会によって採択されなかった。委員会は、地元の反対を無視して、その代わりにエルドフェル、エルトフェットルを名前に選んだ。溶岩噴泉のストロンボリ式噴火は1月19日まで、続き、 スコリア級の高さが200メートルを超えるまでに大きく成長させ、また分厚いテフラを島の北半分に残した。テフラを降らす元になった、噴煙柱は一時的に9000メートルまで立ち上り、ことによると大流圏海面近くにまで達したかもしれない。河口から流れ出た溶岩流は北及び東方面に流れ去り、広がり続ける溶岩。 デルタを島の東海岸と北にある港に作り出した。溶岩流が水に浸かって爆発が起こり、小さな島を作り出したが、後から後から流れ込んでくる溶岩で、上からすぐに埋められてしまった。噴火が始まって間もない頃、アイスランド国立市民防衛機構は、平魔へ等の前頭民を避難させた。このような緊急事態に備えて前もって、作成されていた。 避難計画に基づいたものだった。すでに溶岩流が市街地の東端にゆっくりと流れ込んできており、また、ひどく降り積もる火山灰がこの小さな島全体にわたっておって、しまうかもしれないという危険性に脅かされていたため、全島避難は必要不可欠なものだった。噴火する数日前に大嵐が吹き荒れていたため、 漁船団のほとんど全席の船が港で足止めを食らっていた。それゆえ国による迅速な避難にとって大助かりとなるという思いがけない幸運があった。島民は火災の時に消防車から鳴らされるサイレンによって注意を促され木の幹のまま持ち運べるだけのわずかな貴重品を持ち出せただけで港に集められた。 避難する最初の船はソルラウクスヘプン目指して午前2時30分に出港した。ちょうど噴火が開始してから1時間半後のことであった。ほとんどの島民は漁船で島を離れた。幸いにも溶岩流と高架火山灰が空港の滑走路を最初に破壊しなかったおかげで、主に老人や患者などのボートで移動できないごく少数の島民が病院から 飛行機で避難をできるようになった。飛行機は、レイキャビクとケプラビークから、避難プロセスを早めるために派遣されてきた。噴火が始まってから6時間のうちに、ほぼ5300名の島民が安全に、アイスランド本土に避難できた。ごく少数の人間が、町の必須機能を実行するため、または危機に瀕した家々にある財産を救い出すために、残った。牛、馬。 羊などの家畜は殺処分された。島民の家々、高架火山灰に埋もれている。割れ目河口に近かった家屋は噴火が始まって、すぐに溶岩流に飲み込まれ、高架火山灰に押しつぶされ、破壊されてしまった。噴火開始後数日経ってから、卓越風の方向が西に移動し、その結果、膨大な手札が島の残った部分に降り積もり、 広範囲な辞書に損害を引き起こした。非常に多数の家屋が火山灰の重みに耐えかねて押しつぶされてしまった。しかし、屋根から火山灰を覗かし窓に板を打ち付けるために、ボランティアとして集まってくれた人々が、まだ残った家々を壊れないようにしまってくれた。1月の終わりには、手札が島の大半を覆ってしまっていた。降り積もった高さは、 ところによって5メートルにもなった。高架火山灰以外にも、あるいくつかの家屋は、火口から放たれた火山弾の落下を受けるか、前進する溶岩の下敷きになるかして焼け落ち、破壊されてしまった。2月初頭までには、ひどい火山灰の効果はやんだものの、代わりに溶岩流が重大な損害を及ぼし始めた。割れ目火口の北方延長上での海底噴火が、 アイスランド本土から引いてきている電力ケーブルと水道管本管を切断してしまった。さらに溶岩流が平麻栄等の唯一ある港に流れ込んできていた。この状況は島民にとって非常に重大な心配を引き起こす元となったもし、港が溶岩で埋まり使い物にならなくなってしまったら、この島の漁業は立ち行かなくなってしまう。平麻栄は、 アイスランドにおける年間総漁獲量の約4分の一応になっていたので国全体の経済に与える影響は無視できないほどに大きくなるだろうと考えられた。漁港としての機能を喪失することを防ぐための努力は以下でさらに説明する。コンクリート製貯水槽溶岩で半壊してしまった溶岩流は島の東岸にも流れていき 数百件の家屋を破壊した。結果として、面積に平方キロメートル以上の新しく作られた、陸地を島に付けたし、これは後に、町の東の一角として利用された。溶岩流は、分厚いブロック状の和溶岩だった。溶岩は平均して高さが40メートルで、場所によっては、厚さ100メートルに至るまで地面を覆ってしまった。噴火の後しばらくして、 殺到した溶岩が水産加工工場1カ所を全壊させ、他2カ所に損傷を与え、町の発電所を壊滅させた。町のすぐ近くで噴火し、また財産へ広範囲にわたるダメージが発生していたのにも、かかわらず、噴火の犠牲者は薬を盗もうとして、ドラッグストアに侵入した一人の男のみである。死因は有毒な煙を吸い込んだことによる窒息死。 ごく少量の有毒ガスを含んだ CO2 が部分的に手札で埋もれた建物の中に納集し、幾人かの他の人々がこれらの建物に入る時に影響を受けた。ガスが街中に滞留することによって引き起こされる危険を和らげるために各種いろいろな努力がなされた。その中には山から来る有毒ガスを含んだ気流を反らせて街から、 遠くに覗かせるための巨大な手ラ製の壁を建築することも含まれていた。また、空気よりも重いに酸化炭素ガスを流し込ませて廃棄できるようにトレンチを掘ることもなされた。しかし、これらの身を守るやり方は限定的な効果しか持たなかった。なぜなら、彼らはガスは稼働で生成されるのだ。そこから街に流れ下る。間違いない。という思い込みを 頭から信じ込んでいたからである。これらは少なくとも、街に溜まった CO2 のうちいくらかは、火山のマグマを地上に導く管路の内容部、深いところに源を発し、古い火山岩に空いている隙間を通って滲み出し、直接に地上に湧き出すのだと思われていた。溶岩流を冷やすために海水が巻かれた場所から、湯気が、もうもうと湧き上がっている、溶岩流が、 港の入り口を締め切る可能性は、平和への住人にとって、その当時、町が直面していた最大にして、重要な脅威であった。それに備えての対策案が一つ考え出された。どのような案かというと、溶岩が今ある港の出入り口を閉鎖するに任せ、島の北岸にある低い差しを切り通して、浸水路を改作し、そこを港への入り口にしようというものだった。 しかしながら、それは、もし溶岩流の速度が落ちれば、そのような手間暇をかける必要がなくなるかもしれなかった。過去に2回、ハワイとエトナで試しに、溶岩流に散水されたことがあった。それらは幾分小さな規模でのことであり、結果も限定的な成功にとどまったものであった。しかしながら、ソービョルンシーグルゲールズソンは、前進する溶岩流フロントができ、 次第すぐに凝固させることで溶岩のさらなる全身を邪魔することができるということを証明する実験を成功させたのだった。冬の冷たい海水をポンプで汲み上げ溶岩流の最前線に散水することで溶岩の進みを遅らせようという最初の試みは2月6日に始まった。また、膜、水の量も毎秒100リットルとかなり少ないものだったが、 流れ込む速度は目に見えて減った。溶岩の水冷は遅かったが、冷却作業に使ったほぼ全量の水をスチームに変換しつつ、最大の能率を実現した。一度でも溶岩冷却作戦が成功するかもしれないということが実証されると、溶岩流を止めようという努力は増進された。3月初め頃、ポンプの用水容量は増やされた。その時、 加工壁を構成していた巨大な一塊の岩海が、エルトフェットルの山頂から崩れ落ち、溶岩流の長部に乗せて運ばれ始めた。フラッカリンと名付けられた、その流された岩海は、もし、港まで運ばれてしまったら、港が生きるか死ぬかを左右する深刻な脅威となった、ことだろう。そこで、3月1日に春節船、サンデー号が徴用された。 溶岩がこれ以上前進するのを食い止めるためである。トルビュールン・シュグルゲルさんは、ポンプ船のクルーに、一番効率よく溶岩流の流速を遅くするために、彼らの努力をどこに向けたらいいかという助言を提供した。結局のところ、フラッカリン級は二つに分裂し、高方から100メートル手前の地点で、両方とも停止した。 後続する溶岩冷却作戦は今までに試みられていないことを盛り込んでおり前例がなく一番野心的だった。サンデー号は400リットル毎秒もの水を汲み上げ前進してくる溶岩流に散水することが可能であった。今回はそれに追うことが大きかった。そしてパイプのネットワークが先に冷え固まった溶岩の上に付設された。 海水を域内にできる限り広範囲に分配するためである。最初に木製のパイプ支持具が使われたが、これは溶岩がまだ灼熱するほどのところでは溶岩の輻射熱を受けて燃え上がってしまった。アルミ製の支持具さえも熱で溶けてしまった。しかし、パイプ自身はその中を冷たい海水が通ることで溶岩の上であっても溶け出すようなことはなかった。 一万二千平方メートル以下の溶岩流がこの一回で凝固された。溶岩流の中に一人でに厚みを増し自己増殖的に堆積する障害物が出来上がったのである。前進してくる溶岩流がこの通りを覆い尽くすのを食い止めるため海水が組み上げられ散布された。活発な溶岩流の上でパイプを設置する作業は非常に危険だった。 スチームの放出が激しいため、その湯気で視界が非常に悪かったせいでもある。溶岩流の頂上に、テフラーをブルドーザーで一掃してできた、簡便な通路が作られた。しかし、これらの通り道はすぐにとてもデコボコになり、1日に、軽く数メートルは移動していることがよくあるという、白物だった。パイプ設置作業員は、もうもうと上がる湯気で、見通しが悪い中、 溶岩流の上で、さらなるパイプを通すために、トランシーバーを通話と誘導に使用し、ブルドーザーを聖地に利用した。作業に当たった者たちは、自らを、決死体、座数サイドスクワッドと呼び、パイプを1 3 0ズも引いて、溶岩流が広がろうとする最前線で、溶岩トンネルの天井に開いた穴を覗くと流れるのが、見える。その上に、 何とかして直にパイプを設置しようと宿泊した。数人が軽い火傷を負ったが重傷を負った者は一人もいなかった。3月の終わりまでに町の5分の1が溶岩流に覆われさらなるポンプの容量が必要となっていた。アメリカ合衆国から各1000リットル毎秒の突出容量がある32台のポンプを購入した。町に迫る溶岩流を これらのポンプが冷やし始めると、その流れは劇的に遅くなり、間を置かずに動きを止めた。稼働開始して数週間も経たないうちに、ポンプシャフトの故障が問題化した。おそらく、これらのポンプは水よりも石油を組み上げるために設計されていたためと思われる。新しく改善されたシャフトを、レキャビクで生産、調達しなければならなかった。 溶岩冷却作戦における突起すべき事象が一つあった。それは海水を溶岩の上に散布したところに大量の海塩がこびりついたことだった。溶岩流の上を広い範囲にわたって莫大な量の白い沈殿物が覆った。全体で22万トンもの塩を析出させたと推定されている。シーグルゲールズソン氏はこれらの対抗措置をこのように評価した。 疑う余地のないほどに、間違いなく、今までに発生した火山噴火で、一番広範囲に溶岩の水冷が使われている。また、このようにも言っている。もし、冷やされなかったら、溶岩流の下は、実際にかかっていたよりも1ヶ月長い期間を、費やして、その動く方へとさらに伸びていただろう。結局、溶岩流は港への入り口をブロックするために100メートル。 伸びただけで失敗に終わったのさ。この時、作戦にかかった、諸費用は、アメリカドルにして、総計144万7742米ドルであった。噴火が始まった時、噴火の一歩は、世界中に知れ渡った。そして、間断なく、アイスランドのマスメディアから、噴火開始から収束までの一部始終を報道された。ヨーロッパにおいては、 噴火が継続している間は、噴火の知らせが重大な報道記事の一つであり続けた。新聞紙の第一面の紙面を、パリで開かれた和平交渉において当時泥沼化していた、ベトナム戦争の突破口ができたという重大、ニュース記事と取り合うほどの重要度を持っていた。2010年代の現在において、我々がエイアフィアトライオークトルにおける2010年噴火を、 非常な注意を持って見ていたのと同様である。島民による溶岩流による港湾閉鎖を食い止めようという努力は、ナショナルジオグラフィックのような雑誌の取材を受けるなどの特別な注意を受けた。噴火の結果、世界中の人々が平和へへに向けた関心は、噴火が終わってしばらくしてから観光客が急増するという事態を招いた。 エルトフェットルの噴火により変化した平魔栄等の輪郭を示した図噴火の期間内に放出された溶岩の溶石は最初の数日間で一貫して減少した最初のうちは毎秒100立方メートルという割合で噴出していたが2月8日までに噴出率はおよそ毎秒60立方メートルまで落ち込んだ噴火の減衰は噴出率の減少よりも遅れてきたが 4月半ばまでには流出率は毎秒5立方メートルまでに減少した。5月26日、平前への4キロメートル北西アイスランド本土から1キロメートル沖の海上で漁船によって短期間に終わった海底噴火が見つけられた。7月初め頃までに噴火は最終的に終了したとみなされた。この時は 流れ下る溶岩流はもはや見えなくなったけれども海底での溶岩噴出は数日間続いていたかもしれない噴火が終了するちょっと前1150メートル河口から離れて設置された傾斜計が噴火の終始にわたって地殻変動を計測していた傾斜計は河口の方向の陥没を感知したこのデータは 噴出する溶岩の急減であった浅いマグマだまりが空っぽになったことを示唆していた。総計して噴火が続いた5ヶ月間の間に放出された火山噴出物の量は0.25立方キロメートルと推測されている。約2.5平方キロメートルの新たな陸地が島に付け加えられた。噴火前にあった土地の2割ほどに相当する面積が増えたことになる。 沈静化した時、港の入り口はかなり狭められたが、しかし閉鎖はされず、溶岩流は波よけとして振る舞うようになり、港が提供する避難港としての機能が向上することになった。フラッカリン級は溶岩流の頂上に乗せられて、港に向けて数百メートルをいかだのように流された。しかし、水打ち材から十分な距離を置いてそこに止まった。 町の通りを北方向に撮影する。噴火の収束後に溶岩が撤去された。溶岩流は、固化したとは言っても、溶岩自体のとても低い熱伝導率のため、その内部は、年単位での長期間にわたって、数百度を保ち続けることができる。噴火終了に続いて、科学者は、だんだん冷めていく、溶岩流から地熱を抽出して、 地熱暖房をまかなうことが可能かどうかを調査し始めた。すぐに実験的な地熱暖房システムが製作され、1974年までにの最初の住宅と接続された。地熱暖房開発計画はさらに数件の家屋と病院にまで対象を拡大し、1979年には、 溶岩流から熱を取り出すための4機の大型プラントを建設するまでになった。それぞれの地熱暖房プラントは溶岩流の上に一辺がそれぞれ100メートルある正方形に区切った区画から熱エネルギーを取り出した。水を溶岩流のまだ熱い部分にかけ流し、結果上がってきたスチームの形で熱を集めた。このプラントで40メガワットまで地熱発電により、 電力を取り出すことも可能だった。発電所近くにある島内すべての民家に熱水と共に熱電平給を開始された。現代におけるヘルガフェットルとエルトフェットル。1973年噴火でできたエルトフェットルの南にある割れ目加工が明瞭にわかる。噴火により降り積もった吐いて捨てる場所に困るほどあまりあるテフラは島内にある 小さな空港の滑走路を拡張するのに利用され、また200余りの住宅を新築するのに埋め立てをするためにも利用された。1974年半ばまでに噴火前に住んでいた島民の約半数が戻ってきていた。1975年3月までには80%が帰島していた。新たな溶岩の防波堤で守られた港により、漁業、 水産加工業は以前の活況を取り戻し、今日での平米英は、同国内での最重要拠点漁港として生き残っており、同国の3分の1以上の水揚げはこの港からのものである。噴火の終わりには、エルトフェットルは220メートルの標高があった。その後、風による侵食は、元より降り積もったままの隙間が多い砂利山のような手札が崩落し、 また自然に締め固めされることにより、この山の高さは18から20メートル低くなっている。島民は山の中腹以上の急傾斜なところをハゲ山として残している以外は山裾で傾斜が緩い斜面になっているところに草を植えた。これはさらなる侵食に対して山を安定させるためである。草を植えたところを上へ上へと広げていき、 最終的には隣にそびえるヘルガフェットル山と同様にこの山を大抵の火山がそうされているように芝生で前山を覆うことを計画している。ありがとうございます。